両費後天下は1447年に、李氏朝鮮で刊行された歌集である。李氏朝鮮の大祖李成敬の高祖父である、牧祖から大祖までの六代の辞席を叩えた,た,た王朝来山の歌集である。1442年3月に、清奏の命により歌集作成の準備が始められ、1443年のハングル完成を経た1445年4月に、県、定林市、 安止めにより、本文が作られた。これを受けて、再久し、牧法年、狂気願新宿船、李健郎、聖三門、李、かのと長孫が、聖掃の命により注釈を加え、1447年10月に十巻五冊本として、刊行された。鹿は、全125章からなる。各章はまず本文である、朝鮮語の鹿が、ハングル、 漢字混じり文で掲げられ、次に本文に対する漢文の注釈が割り中で示されている。そして最後に本文の漢文意訳が4個としあるいは5個としの形式で付されている。第1章と第125章を除いて本文である朝鮮語の鹿の部分は追句の形式になっており、第1句で中国の歴代帝王の辞席を挙げ、第2句で 李氏朝鮮の王族の辞席を対比させて読んでいる。両品語天下は、ハングル創生直後に作られた最初期の文献の一つであり、中期朝鮮語文献の中でも特徴的な表記が見られる。その他、朝鮮の固有語の地名、女神語、モンゴル語が、ハングルで表記された例があり、興味深い。玄関本は巻1、2、3、4、7、8、9、10の、 全8館が現存しており、ソウル大学校継承学館国学研究院に、巻1、2が、高麗大学校図書館版、松文庫に、巻1、2、7、8が、ソウル歴史博物館に、巻3、4が、広明大学校堂さん図書館に、牧8、9、10がそれぞれ所蔵されている。 これら原刊本はいずれも韓国の宝物に指定されており、広明大所蔵本が2006年4月28日に、宝物第1463から1号に、ソウル歴史博物館所蔵本が2009年2月23日に、宝物第1463から2号に、ソウル大所蔵本が2009年10月20日に、宝物第1463から3号に、 高麗大所蔵本が同じく2009年10月20日に、宝物大1463から4号に指定されている。また、書簡本と同一の版木を用いて構成に、印出したと思われる版本が、ソウル大学校継承学に十巻館筆本として残っており、一般に古版本と称される。この版本は、自覚の欠損や報告が甚だしく、反面の状態が悪い。 版の定裁は以下の通りである。ソウル大学校継承学所蔵の番歴本、重関本は以下の諸版が伝わっている。これら版本とは別に以下の違本が存在する。李栄カ,カ著長島博樹役、大韓民国の物語文芸春秋二千九9 02、p 4 0 i s b n 四十一億六千三百七十万三千百一長島博樹による補充。 P44 リサカイカオル著長島博紀役大韓民国の物語文芸春秋2009例二 ISBN 4163703101ありがとうございます